っていうので、なんだっけ、あのデコトロ伝説ですね。あのゲーム自体はクリアしたんですけど、ストーリー自体はなんかね、ゲームクリアするとこう増えるんです、ストーリーが。ここは一つね、日本縦断物語、これやってみます。よいしょ。どんな話かな、長いな、ローディングやっぱり。俺の名前はなんちゃら、日本一のトラッカーだ。そう、俺が日本一のトラッカーを持ってきたのには理由があったんだ。理由あったんだ。俺には心に決めた女性がいる。その人の名は北原幸恵かな。彼女とは幼馴染で、ガキの頃からよく一緒に遊んでいた仲だ。俺たちが恋人同士になったのはいつの日のことだろう。今では遠い昔の話だ。そんなある日、俺は彼女に結婚の約束をした。いいじゃないですか。それは日本一のトラッカーになったらこの俺と結婚してくれという約束だった。彼女は涙を浮かべて嬉しそうにうなずいてくれた。なんだろうね、日本一のトラッカーって何を思ってそう言うんだろうね。まあいいや。俺はあの日のことだけは今でも忘れちゃいない。トラックでさ、暴走してこの一般車にどけろとかなんかぶつけてくるやつ結婚したいかって、僕は結婚したいと思わないけどね。あれから一年、本当に行方は待ってくれてるんだろうか。ね、ここきついっすよね。さあ、早く故郷へ帰らねば。故郷どこで本当に待ってくれてるかどうかわからないが、今はとにかく帰るしかない。さて、目指すは北海道旭川。旭川出身なんだ。うわ、近いなぁ。わしとほぼ同じじゃん。あの出身。アイスの名の表向かって出発だ。なにこれ、どっからどこまで行くの、どっから旭川まで行くのよ。出発点どこよ。ローディング長。これ携帯の、携帯じゃねえよ、電話の音ですね、これね。はい、金丸運送大阪支店です。大阪なんだ。もしもし、あの中山だけ。あ、あなたがスケッタの人でしょ。話は聞いてるわ。日本一のトラッカーがスケッタになってくれるって。ああ、困った時に助け合うのはトラック仲間だからな。私、藤沢君。助けの間は私があなたにパートナーよ。仕事は全国ネットのオンラインで運送依頼書をピックアップしてあなたに伝えるわ。あなたはそれを運送してくれればいいよ。はぁ、結構変わってるんだな。じゃ、自分で仕事を探す必要ないんだよな。ま、俺の仕事は運び屋作業だからやりやすければ何でもいいぜ。うん、仕事のやり方はすぐ慣れると思うわ。今、この会社が忙しいのに、ベテランの運転手が怪我をしてしまってるから大変なのに、本当に助かるわ。そうか、そりゃ大変だ。ま、短期間だけど、できるだけ近いんだぜ。で、どんな人だい？ええ、早速で申し訳ないんだけど、目的地は下北九州方面よ。北海道じゃないじゃん。距離的には変わらないから、あなたの好みで決めていいわ。どっちがいいかしら。あのね、古賀って僕知らないんだよね、どこだか。下関は知ってるんで、下関にしよう。北九州じゃないじゃん、じゃあ。山口県じゃない、下関って。まあいいや、じゃあ木材にしよう。分かったわ。先方には私が連絡した。芋は腐らねえ。あ、芋は腐るかもしれないけど、木材腐らねえからな、あんまな。あら、勝負だって。ちょっと待って。でかいでかい、あの車。ほんと派手だな。品性って、まあいいや。車が多かった。まあいいや、到着。オッケー、またバトルしましょうね。4台も破壊しちゃったよ。なぜもう北海道行くっつったのに、なんで山口県行ってんだよ。まあいいや、あー疲れた。休憩休憩。どうしましょう、困ったわ。おい、どうしたんだ。すみません、車が故障したみたいなの。そうか、君に直せんのか。それが見ても全然わからないの。あなた、見ていただけるかしら。どうしたいか、俺が一応直せる気がするんだよね。ちょっと、まあいいや、俺任せろ。どうかな、直ったみたいね。すげえ、ありがとう、助かったわ。もうこんな時間だわ。ごめんなさい、急ぐの。慌てらしてくだな。やっぱすげえ無事だな。ローディングだ。
ちゃう。カナダ輸送大阪支店です。もしもし、中山さん。あ、お疲れ様。荷物は無事届けたみたいね。ああ、任せておけ。あれくらいの仕事なら将来もんだぜ。で、今日はどんな仕事だ。今度の仕事は大阪ホームね。依頼が2つ来てるわ。神戸の明石。ちょっと戻るんだね、大阪側にね。旭川に行きたいからの話はね。あ、待って。え、たった今大阪行きの仕事も入ったわ。じゃあ大阪が一番近いじゃん。大阪は私の勤務地よ。へえ。あ、もし時間があったら会社に寄ってみない。うわー、めんどくせ。そうだな、ここなら金丸にはすぐ近くだしな。一緒に仕事してる人の顔ぐらい見たいわ。それにあなたって日本一のトラッカーなんでしょ。なおさら会ってみたいわ。ああ、わかった。仕事を早めに終わらせてそっちに行くよ。わかったわ。それじゃ気をつけてね。ちょっと見っか。これの方がまあ若干いいよね。カラーリングしてて、あの変にこう飾りもつけてないから。こっち切りもたないでしょ。やっぱ交通量多いわ。なんかそんな気がする。すごいあの網目に走るわ。よかった。あのあなたが、あ、もしかして君が組ちゃんかい。ええ、そうよ。いや、びっくりした。こんなにべっぴんさんだとは。あのさ、このゲームさ、べっぴんさんじゃない人出てこないんだけど、逆に。ああ、失礼しちゃうね。もっとブスだと思うの。いや、そんなんじゃないけど、まあ、こんなに可愛い子だなんて。ほんと驚いて。顔が赤くなってるよ。あ、もうこんな時間。気がつくといつもこうなのね。お腹空いてるでしょ。夕飯食べに行かない？え、女性ならしないの、この人。昼飯は大した文句ってなかったからな。結構腹減ったよ。ここは食い倒れの大阪。美味しいお店のことなら何でも聞いて。そうだな。久美ちゃんの娘は？そうね。あ、お好み定食って知ってる？美味しそうだな。なんだそれ。お好み焼きの定食よ。めちゃめちゃ美味しいから、きっとあなたも喜んでくれると思うわ。さあ、お腹も空いてることだし、早く行きましょう。そうだな。ここで立ち話ってのもなんだし、とりあえず飯でも食いながらゆっくり話すか。でも、なんだかクミちゃんとデートしてるみたいだな。あら、何言ってんの。早く行きましょう。いいじゃないのよさ。お好み焼き美味しいんだよね、大阪のね。旭川に行く兆しが見えないんだけど。はい、金丸運送大阪支店です。もしもし。あ、昨日はお疲れ様。よく眠れたかしら。あー、今日も調子いい。あなたはいつも元気よね。早速仕事の依頼よ。今度は名古屋方面ね。やっと旭川に向かってくね。どっちがいいか。あ、四日市と名古屋市も分かんない。じゃあ名古屋じゃない。分かったわ。じゃあ気をつけてね。後半なかったけど、あなたは勝ちました。イエーイ。あー、疲れた。休憩休憩。かっこいい。お、あれのことかな。おじさん、かっこいいトラック乗ってるね。俺のことじゃないのか。おじさん、トラップ野郎なんだ。私こういうのって好きだな。あ、トーヤッチ。え、車に乗せてジャグラするつもり。あー、なるほどね。なるほどね、じゃねえよな。あ、もう行かなきゃ。それじゃ仕事頑張ってね。なんなんだ、あの子は。帰って。もう可愛くしこないと出れば来ないの、このゲームって。なんなんだよ。あー、もう時間だね。ちょっと今日こんぐらいにしましょう。10分ぐらいに動画を収めましょう。はい、また次回ね。